AI が予想した海が完全になくなるまでのシナリオ。1年後、世界中で異常気象が頻発し、海水温が急激に上昇する。南極やグリーンランドの氷が加速して溶け始め、沿岸部で浸水被害が拡大。5年後、海洋の酸素レベルが大幅に低下し、魚類や海洋生物の大量死が発生。漁業は世界的に危機に陥り、食料不足が深刻化。10年後、サンゴ礁は全滅し、海の生態系が大きく崩壊。沿岸都市では洪潮や洪水の被害が増え、海岸線の地形が変化し始める。50年後、海水の蒸発が加速し、降水量が減少。多くの国で水不足が深刻化し、飲料水の供給に困難が生じる。100年後、地球の気温が上昇し続け、海面の蒸発が極端に増加。海洋面積が徐々に縮小し、一部の海域が干上がり始める。200年後、深海の生態系も壊滅的なダメージを受け、生物多様性が失われる。海洋の塩分濃度が極端に上昇し、生物が生存できない環境になる。500年後、海水面が著しく後退し、大規模な干潟や乾燥地帯が出現。これにより新しい砂漠が沿岸地域に広がる。1000年後、海の多くが浅瀬となり、干潮時には広大な海底が露出する。海からの蒸発も減少し、世界規模で降水量が激減する。5000年後、海の蒸発と降水のバランスが崩壊し、地球は広範囲にわたる干ばつに見舞われる。生き残った海も極限状態に達する。1万年後、海洋が大部分消失し、かつての大海原は乾燥した荒れ地へと変わる。海洋生物のほとんどが絶滅。2万年後、かつて海だった場所には大規模な潮の大地が広がり、わずかな内海のみが残る状態に。5万年後、最後の内海も縮小し、わずかな水域に生命が集中するが、その生態系も崩壊寸前となる。10万年後、地球の大気循環に異常が発生し、降雨のほとんどが止まる。大地は乾燥しきり、海の役割を果たすものが消失する。50万年後、内海が完全に干上がり、海洋は事実上消滅。大気中の湿度も低下し、地球全体が乾燥した惑星へと変貌する。100万年後、海の痕跡は完全に消え、砂漠化した大地が地球を覆う。かつて海洋だった場所には化石化した海生物の遺骸が眠る。500万年後、地表には水がほぼ存在せず、生物は地下や極限環境に適応したわずかな種のみが生き延びる。1000万年後、地球の気候は極限状態に達し、かつての海の存在を示す痕跡が歴史の彼方に消え去る。5000万年後、惑星全体が乾燥した砂漠に覆われ、海の復活はもはや期待できない。1億年後、地球は乾燥した岩の惑星として進化し、海は完全に消滅。地球の大気循環も停止し、生命の存在はほぼ絶望的となる。1億2000万年後、海洋の痕跡が地質学的に確認できる最後の証拠も消え去り、地球は完全に乾燥した惑星となる。